Welcome back to Let's Play Trails in the Sky SC. My name is Karsten. So, we've got some investigation to do, but before we do that, let's head over to the guild. お疲れ様です。 無事に目的を達成できたみたいですね。 何か依頼を達成し Get that done. We got a museum in the east block near the landing port to investigate. And it's short term, so we probably should head over to that soon. I don't think we're gonna be doing fighting here. So I'm going to hold off on equipping people because our party's going to change again. Actually, though, since weapons are unique, may as well at least give you your weapons. Let's head to the east block. East block near the landing port. Now, I just want to be paranoid real quick. It's still at issue 4. Okay, so near the landing port is over here. どうも、遊撃士協会の者です。掲示板に出された依頼を見てきたんですけど。おお、待っていたよ。早速依頼の話をするが構わないかね。ええ、大丈夫よ。それで一体何が盗まれたの？それなんだが、 君たち、この辺りを見て何か違和感を感じないかね。違和感？ここって飛行船の写真が展示されているコーナーよね。言われてみると何かが足りない気が。わかりました。確かそこの壁にはアルセイユの写真が飾ってあったと思います。あ、そういえば、 うん、僕もオートケンブツの時ここで写真を見た記憶があるよ。ということは盗まれたのはそのアルセイユの写真ってわけか。うん、お察しの通りだ。朝には確かにあったんだが、昼過ぎにはいつの間にかなくなっていてね。代わりにこんなカードが壁に貼り付けてあったんだ。 麗しの姫君とその弔いを。気高き白鷹の写絵は我が手中へと舞い降りた。これを求めんとするならば我が挑戦に答えるがよい。第一の鍵は老将の虚偽。時の傍観者を探れ。
またしてもあいつか。困りましたね。どうやらこの僕に対抗心を燃やしているようだね。怪盗紳士ブルブラン、見くらう蛇の執行者か。話には聞いていたが、ずいぶんかぶいた男のようだな。おお、犯人に心当たりがあるのかね。それは心強い。よろしく頼んだよ。うん、わかりました。それじゃあ早速調べに行くとしますか。 Of course it's him. All right, one sec. All right, first one's next to the church. I'm gonna try to figure these out on my own, but I don't know where the H General is without looking it up, so it's the, apparently next to the church. The church, I believe, is down here. Ah, yes.モルガン将軍だろうし、ということはこれが時の傍観者になるのかな。ええ、その可能性は高いと思います。中を調べさせてもらう必要がありそうだね。第2の鍵はシチューに。地にとどまった象徴を探れ。睨んだ通りだったか。まあ、まさか家の中にそんなものが仕掛けられていたなんて。まあ、この家への害があってやったわけじゃないはずですから、安心しても大丈夫だと思います。でも念のため夜はしっかりと戸締まりをしておいてください。はい。ええ、気をつけますわ。それでは次に行ってみるとしようか。 All right, well that is apparently over here.地にとどまった象徴か。この白ハヤブサの彫像なんか怪しいと思うんだけど。確かにリベールの象徴たる鳥だからな。それでは調べてみましょうか。第三の鍵は異国の館に。青き騎士の決意を見よ。よし、正解ね。でも青き騎士って何を示しているのかしら。親衛隊の大使さんたちのこととか。ああ、確かに青い軍服ですし。いや、異国の館と言っているのに親衛隊では筋が通らないだろう。何よりも美しくないから他の可能性を当たるべきだと思うよ。そういうもんかしら。まあ似た者同士の言うことだし、ここは忠告に従った方がいいかも。 Alright, and this is apparently going to mix in with our investigation of the embassy.
one of the embassies. Yeah, this one. Yo, Nisa, 久しぶりだな。あら、ジンさんじゃないっすか。またリベールに遊びに来てくれたんすか。まあそんなところだ。挨拶がてらエルザ大使に相談があってきたんだが、今いるかい。外出はされてないからいらっしゃると思うっすよ。ところでそちらの方々は。ギルドの仕事仲間でね、うちの大使さんに紹介しようと思ってるんだ。へえ、そうっすか。ま、ジンさんの連れなら通しちゃっても大丈夫っすね。どうぞお通りくださいっす。あ、大使館の敷地内は治外法権になっていますから、くれぐれも不審な行動は慎んだ方がいいっすよ。だってさ、オリビエ、やれやれ、信用がないね。ほう、これはこれは。へえ、これがカルバード大使館なんだ。さすが立派で豪華な雰囲気ね。それにどことなく異国情緒のある内装ですね。ま、東方からの移民を受け入れてきた国だからな。ちなみにエルザ大使の部屋は2階の奥にあるぞ。うん、わかった。We will get there eventually. Ah, here we have so apparently it's this. Okay, whatever. すでに扉は開かれた。猛者たちの舞踏会に参加せよ。こんなところに。なるほど、確かにこの場所は共和国の領内扱いになる。まさに異国の館というわけか。そして青き騎士というのは小説の登場人物だったみたいですね。まったく、ずいぶん手の込んだことをしてくれるじゃないの。でもこれで最後みたいね。猛者たちの舞踏会か。さて、どこの場所のことだろうね。 I don't know, maybe the arena. Okay, just in case anyone wants to, I'm going to kind of go through these fast, but if you want to read them, you can pause.
It was that five? I don't remember. Okay. That was five, no, six. Okay, I'm probably going to go back and read that at some point too, but I didn't want to spend 20 minutes reading it out loud. I want to try to get this mission done on stream. In fact, let's go ahead. We're going to go to the last part. Now, apparently there's a fight, so I actually do need to temporarily equip people. Stuff here.
to EP cut to maybe impede to. HP in mind. Evade. Attack. And maybe cast. On there. Good enough for right now. You still have equipment. You still have equipment. Everyone's apparently going to be leaving soon. But we'll go here. Let's see. ここの入り口は武術大会などの催しがない時には常に施錠されているはずです。だとしたらどうやらここが最終的な目的地のようだね。よし、早速中に入るとするか。Alright, let's also... Good enough. Through here, one of these. Hey, is this unlocked by any chance? Nope. グランアリーナか。なんだか懐かしいな。ああ、そんなに時間が経っていないのに不思議なもんだ。こうして立っているとあの時の歓声が聞こえてくるようだね。確かエステルさんたちは武術大会を勝ち抜いてお城に招待されたんですよね。私も観戦したかったです。今にして思えば私なんてまだまだ未熟だったけど、でも今回の騒動が片付いたら来年の武術大会にも出場してみたいな。自分の力を確かめてみるためにも。それでこそ旦那の娘だ。そうだな、その時は俺も参戦させてもらうか。さすがにジンさんが相手じゃ勝ち目がない気がするんですけど。それでは僕はエステル君を応援する歌を観客席で歌わせてもらおうかな。愛を込めて力の限りね。気持ちは嬉しいけど慎んで遠慮しとくわ。魔獣。どうやら古代の闘技場と同じ趣向のつもりらしいな。
舞台としては悪くない。観客が不在なのがいささか物足りないがね。来ます。All right. Now, are you one thing or separate things? You are separate things. Oh, you freeze stuff. Well, that's no good. Well, I'm just going to hit you to start with.I should have had her do the morale boost. Oh well. Still. Oh, you can't do that yet. Do this. You and you and you will attack there.Here with also a crit. Okay, well, we got rid of the small ones. Now we just need to deal with this one. It is weak to fire.I don't have fire on you. I don't think I put fire on either of them. Boy, I just did great. Oh, wait, no, you do have... Hit him.There we go.You just punch him. That's what you're good at. Are you preparing to use arts again? Okay. Well, I don't like the idea of you using arts, so I'm going to use that. Let's hit you with that, see if that does anything. Take him down. All right. And hit him with Firebolt. This might finish him off.There we go. Not too bad. All right. We rule. Hey, Chloe learned Chain 2. Ha ha ha!
なのよ。手品みたいでしたね。なかなか芸が細かいじゃないか。さすが僕のライバルとして立候補するだけはあるね。予想していた以上にふざけた性格のようだな。まあいい、とっとと中身を調べてみるとしようぜ。うん、そうね。我が姫、我が好敵手、そして勇敢なる遊撃士諸君よ。趣向を凝らした我がもてなし、楽しんでもらえたかな。主役の機嫌を損ねたくないので、そろそろ脇役は退場させてもらおう。次なる開講を楽しみにしておきたまえ。ったく、何が次なる開講よ。いい加減にしてほしいんですけど。でもなんだか気になることが書かれていますね。主役とか脇役って一体何のことなんでしょう。言われてみれば、まあとりあえずこの写真を資料館に返しに行きましょう。いや、本当に助かったよ。しかし、その怪盗とやらはどうしてアルセイユの写真なんかを盗んだりしたんだろうね。立派ではあるが、写真である以上大した価値にはならんだろうに。まあどちらかっていうと私たちへの嫌がらせみたいなものだから、そういう意味ではごめんなさい。巻き込んじゃったのかもしれないわ。謝る必要はないさ。君たちの仕業じゃないんだし。とにかく本当にご苦労だったね。What did he mean by, by main characters and stuff? Well, all the world's a stage, and the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, or something like that. Anyway, while I'm thinking of it...I want to unequip you now. I'll probably unequip you because I'm probably not going to use you. Nothing personal, but your S-brake kind of sucks for most situations. Yeah.Some better water quartz. But let me do that on the way back. Yeah. Over here, right? Yeah.Yeah. 200.
think this and this. Maybe another impede too. Definitely grabbing some of those since they apparently exist. Replace that with an EP cut 3. That's from 8, 12, 16, 32 down to, get that in there. Action 1, do I not have another? Maybe even action 2. And save the EP cut 3 for someone I'm probably going to be doing more casting with. Okay, yeah, we'll leave that as is now. We'll just turn this in real quick. I've been recording for a while. We'll turn this in real quick and then we'll end the episode. お疲れ様です。無事に目的を達成できたみたいですね。 何か依頼を達成したらまた報告。 All right. Well, next time we will be investigating, actually doing the investigation things. So, I hope you have been enjoying. If so, as always, likes and comments very much appreciated. Subscribe for more if you haven't already. Thanks for watching, and have a nice day.